はい、皆さんこんにちは、製麺機です。今日はね、昼から宅飲みね、久々ね、昼から宅飲みやっていきたいと思います。このね、4連休中、教習所を通ってて、せっかくのね、連休なのに昼飲み1回もできなかったんで、で、今日は教習所、10時から1時まで3時間、今授業ね、受けて帰ってきて、で、お昼普通にご飯食べないでもうこのまま宅飲みしちゃえと思って途中でスーパー寄って、牛みののね、赤だれ、いつものやつ買ってきて、今ねこんな感じですね。2時18分ですね。もう今日教習所でお昼食べられないなと思ったんで、まあじゃあお話ししながらね準備して、今日ね、教習所でお昼食べられないのかなと思ったんで、朝にちょっと軽くカップラーメン食べてね、で、行ったんで、そんなにね、お昼別に食べなくても、まあ晩酌っていうか宅飲みしちゃえと思って、これスキレットね、100均のスキレットに、オプティマスのベガ、アウトドア用のストーブで、これが、新富士バーナーさんのスライド式のガストーチね。なんで、まあお昼ご飯食べないでも飲んじゃえと思ってね、準備してみました。よいしょ、余熱しないといけないんでね、先に。で、お肉はね、先ほども言いましたけども、牛身の、ピントが来てないかな、牛身の焼肉用、牛身の赤だれ、ちょっと火強いな、怖いな。もう申し訳ないですね、ちょっと今火強かったんでね、牛身の赤だれってやつはね、用意しました。ちょっとね、これ開けるんでね、開けて準備しといて、よっと、これはゴミだな。で、飲み物ね、飲み物は今日は、朝日さんのスタイルバランスの梅沢テイスト用意しました。やっぱさっぱりしたのが飲みたくてね。昨日はね、教習所行く途中にね、昼間からバーベキューしてる人いてね、ガレージの前でね、あれも美味しそうだなと思って、いい匂いして、でもちょっと近所目当てですね、やっぱ匂いが、いや、大五郎ね、中身大五郎、まあ美味しそうではあるんですけどもね、ちょっとやっぱ匂いがすごいんでね、うちもちょっと今日ね、ベランダ晩酌やろうかなと思ったんですよ、ベランダ宅飲みなんですけども、やっぱね、匂いがね、ご近所迷惑になるかと思って、今日また部屋の中ね、やることにしました。でシュワシュワな感じでね。では今日も一日皆さんお疲れ様でした。ではお先に失礼してね、シュワシュワでいただきたいと思います。シュワシュワで乾杯、いただきます。うん、もう余熱いいですね。ちょっと油を引いて、ちょっと油をなじませてね、よいしょ、こんな感じでいいかな。で、野菜焼きももうあるもんでね、お茄子があったんで、お茄子と、あとかぼちゃと、あと椎茸は買ってきました。まあ椎茸に何かしらいろいろ使えるんでね。ではまずは茄子とかぼちゃを焼いて、でここで牛身のね、牛身の赤だれ、こちらを焼いていきたいと思います。これ美味しいんですよ、ほんと。もう最近すごい気に入っちゃっててね。うん。まあいいか。とりあえず先ぐらい焼いてれば。おー、いい音ですね。お肉はどうでしょうね、まだ早いかな、ちょっとでもひっくり返してみますね。
野菜はどうかな。おなす、もうおなす焼けてきてますね。かぼちゃ、もうかぼちゃも焼けてきてますね。よいしょよいしょ。ニノはいいかな、もうちょっとかな。もうそろそろいいかな。どうでしょうね。しっかり火通さないと怖いんでね。まあ1個いただきます。牛味の赤だれいただきます。うまっ、うん、牛味のこれでねラスト1個だったんですよ今日。やっぱこれ美味しいんでね、売れるんでしょうねきっと。最後の1個でしたよ。うん、これ美味しい。うん、シュワシュワでね、梅入りね、梅酒ね。うん、梅サワーテイスト美味しい。うん、あ、野菜食べるやつ、野菜食べるやつ用意してこなかったな。味つけるやつ、あーどうしよう。ちょっとね、おろします、焦げちゃうんで。野菜食べるのにポン酢とか全然用意するの忘れてましたね。あーどうしよう、ちょっと火消します。ちょっとね、もう申し訳ない、ちょっとね段取り悪くて申し訳ないですけども、ちょっと一回火消しておかわり作ってね。あー、ポン酢とか用意してくるのすっかり忘れましたね。で、あーミニゴロって大ゴロね、中身大ゴロちょっと用意してきます。では、あ、まあ、軽くかき混ぜてね。ではちょっと、ポン酢かなんか用意してきますんでね、少々お待ちください。ではさっき焼いたね野菜の方ポン酢用意しました。ポン酢に七味入れました。大根おろしすりたいとこですけども、すってもう時間ないんで、おなすからピントが、ピント先輩は来たかな、ピント先輩。じゃあおナスからいただきます。うん、焼きナスもうまい。あ、かぼちゃね、かぼちゃ美味しいっすよね。焼いたかぼちゃも美味しいんで。うんうん、焼いてもホクホクして甘くて美味しいっすよ。うん、うん、なしわしわ飲んでね。この後は別にもうね、お酒飲んでも、もう何するわけってないじゃないんでね、ゆっくりね、ゆっくりやりながら飲みたいと思います。では、お次はね野菜サラダ。野菜サラダ、今回のサラダチキンはプリマハムさんの九州産鶏肉のプレーンのサラダチキン買ってきました。なんか最近生協さんのサラダチキンばっかり食べてたような気がするんでね、違うの買ってきました。で、利健さんの癖になるうま塩のドレッシング、
よいしょ。で、今日はね、お肉、焼肉なんで、モランボンさんのジャン、焼肉のタレをちょっとかけてね。おー、ちょっと出過ぎたか。よいしょ。これでいただいていきたいと思います。あー、なんか焼いといた方がいいかな、この間に。どうだろう。すぐ焼けちゃうんでね、お肉も。じゃあトマトから。そんないっぺんにガツガツ食べるような食べ方しないんでね、私ちょっとずつちょっとずつ食べる感じなんで、いっぺんに焼いちゃったらね、冷めちゃうんでね。うん、じゃあサラダチキンいただきます。うん、うん、トマト、今日はあの事故を起こした後のあの対応っていうんですかね、救急っていうんですかね、応急処置っていうんですかね、あの人工呼吸とか、あと、あ、今日の学科ね、教習の学科ね、人工呼吸とか、心臓マッサージとか、あと、あの止血、包帯膜止血とか、あと AED でしたっけ、何でしたっけ、なんかこう心臓にこう電気ショックプインってやるやつね、の講習受けて、それが10時から1時までに3時間ね、通しで、まあ、10分休憩2回挟んで3時間ね、教官のお話聞いたりとか、実習であのダミーのね人形を使ってあの実際に心臓マッサージのこう練習したりとか、あとなんだっけ、口つけてあの息吹き込むやつ、ど忘れして出てこないですけども、あれの実習はしませんでしたけどもね。うん、あ、人工呼吸ね、人工呼吸の実習はしませんでしたけども、やっぱコロナの影響もあって結構ね、もうと時々こう手をこう消毒液で消毒しながらね、みんなが触るんで、あの実習用のダミー人形とかみんなが触るんで、その度にこう手をね消毒しながらね、コロナの影響あるんでやってて、やっぱりあの人工呼吸はね、さすがにちょっとできないんで、こういう風にやるんですよって形で教わってきましたけども、うん、だいぶ教習の方も第2段階に入ってて、結構ね具体的な話になってきますよね、運転だとかもそうですし、もう事故があった時にね、事故を起こした時にどうするとか、こうね、あの事故の現場にこう立ち会った時に頼まれたらね、どうすればいいかとか、そういうのね、具体的なこう話になってきますよね。うん、おいしい、しばしばね、今日もあれでしたね、男私一人でしたね。教習受けてる方、私含めて4人いたんですけども、3人とも女性で、で教官も女性でね、男私一人しかいなくって、なんだかこう言いづらいっすよね。ね、いやー、まあね、男の人もいないことはないんですけども、やっぱ少ないんですよね、なんか知らないですけども。ではまた火つけてね、よいしょ、女性の本当教習生の方がすごく多くて、何なんでしょうね。ではこの映ってんのかな、ちゃんと、この間にホタテのお刺身買ってあったんで、ホタテのお刺身いただきます。
今日はホタテのお刺身と別のものの組み合わせ。うわ、怖怖怖。なんかすげえ勢い。怖いな。ホタテのお刺身と別のもののね組み合わせで晩酌する予定だったんですけども。今日ね、お肉食べたいなと思って、昼飲みにね、ちょっと牛味の食べたいなと思ったんで、牛味のとホタテの、組み合わせになりました。ではホタテのお刺身、大きいね、大きそうなところ。あ、これで、税抜きで480円ぐらいだったかな今回は。あ、ピントが来ましたかね。ちょっと大きめの、なんかでもあれですよね、なんかこう形がなんかこう自然の貝柱の形にあんま見えないんですよね。なんかこうなんだろう、なんか形がちょっといびつ、いびつでもないですけれども、ちょっと不自然な感じしますけども、まあ一応ホタテはホタテだと思うんでね、このぐらい厚みもありますよ。 1.5 センチぐらい厚みあるかな。なかなかの大きさのホタテだと思いますよ。じゃあいただきます。うん、うまっ。ここはやっぱ日本酒、後輩青森県の地酒、青森県のこれは弘前か、弘前市にある三浦酒造株式会社さんの青森県の弘前の地酒になりますね。ちょぴっとしか残ってないんですけどもね、ちょぴっとだけ残ってたんで持ってきました、ホタテに合わせたくてね。よいしょ。わー、では豊杯いただきます。あー、日本酒のフルーティーな香りがすごく美味しいな、これも。うんうん、本当に日本酒のね、ちょっとぬかみたいな感じで、ぬかっぽく臭みじゃなくて、ぬかのこうなんかこうフルーティーな香りっていうんですかね、それが最初にふわっときますね。でそれほど甘すぎない感じの日本酒です。うん、あ、香りがいい。うん、美味しい。じゃあちょっとまたね、油引いてね、お肉焼いていきます。お肉、じゃあ次は椎茸いこうかな。椎茸焼いて、ナスはいっぱいあるんで、ナスもう一個いこうかな。これで焼いていきたいと思います。ではお次はね、桃。桃ね、買ってきてね、大事に置いといたらちょっと傷んでてね、良さそうなとこだけちょっとね切ったんですけども、どうだろう、匂いとかは大丈夫そうなんですけどもね、ちょっと傷んでるところ取って持ってきました。ちょっとどうだろうこれ。大丈夫かな。無理に食べない方がいいかな、どうだろう。ちょっとね、腐ってるところがあってね、もったいないんで、一応ね腐ってるところを取ってね持ってきたんですけど、どうかな。ではちょっとね、焼酎を軽く入れて、でウイスキー、ウイスキーね、ジョニアカ、ジョニアカでいきたいと思います。ちょっと多いな。うん、この
送られてね。では桃とチョニアカ合わせていただきたいと思います。あ、美味しい。ほんとスモーキー、すごく。ティーチャーズとどっちがスモーキーかな。でジョニアカとティーチャーズどっちがスモーキーかな。ティーチャーズも結構スモーキーだった気するんですけども、ジョニアカもスモーキーですね。スコッチって感じね。煙たいっていうかそういう感じの味で美味しいですよ。ではなんかさっきのちゃんとこう焦げ取らなかったんで黒いのついちゃってね。あ、どうかな、大丈夫かな。焼けたかな。じゃあちょっと一個いってみたいと思います。弓のピントが、お、来た、ピント来ましたね。弓のいただきます。ほんと美味しい。これあ、ちょっと火消そう。この味噌ダレがすごく美味しいんですよね。で割とね、牛みのってカロリーも割と低めだったような気がするんでね。コリコリシャキシャキ、食感も良くて、美味しい。食べちゃおうかな、もう一個もね。ピント、おお、来ましたね、ピント先輩来ましたね。こんな感じですね。牛乳のいただきます。ただね、美味しいけどね、噛むの時間かかりますね。噛むの時間かかりますけどもね、噛むたびにね、旨味がね、じわっじわっとこう出てね、歯ごたえもシャキシャキってしてね、すごい美味しい。ではじゃあお次これいこうかな。なんか鶏肉と蒸し鶏と、中華クラゲのサラダみたいなやつ。なんか昨日もこういう感じのあの鶏のなんかサラダみたいなの、コンビニさんのファミリーマートさんでしたっけ、なんか買って食べてたような気がするんですけどもね。鶏肉はね、もう全然あのコンビニさんのやつは鶏肉ちょぴっとしか入ってなかったんですけども、やっぱりスーパーのねお惣菜はね鶏肉すっごいいっぱい入ってますよ。でこっちの方がね値段的にも安いです。コンビニさんより安いです。鶏肉いっぱい入ってて、あのクラゲも入ってね、中華風のあのサラダみたいな感じなのかな。前にも動画で紹介してると思うんですけどもね、あのごま油の香りがすごくあって、このぐらい大きいね、鶏肉ねゴロゴロ入ってて、クラゲ、
美味しいなこれも。昼間からダラダラ飲むお酒美味しいですね。明日はまたね、教習所はないんですけども歯医者さん行かなきゃいけなくてね。日本酒これで終わりだ。月桂冠の辛口も持ってきてるんでそれ飲もうかな。ちょっと待ってください。こちらあのね、いつもの月桂冠さんの辛口、あの2リットルの紙パックのやつをとっくりに入れて冷蔵庫で冷やしたやつですね。冷酒にしたやつね。ちょっと足りないんでこれ足します。おいしょ。じゃあね、ちょっと冷酒合わせていただいていきたいと思います。冷たくてうまいな。キリッとしてね、辛口の冷酒もう冷たくてキリッとね、辛いところがうまいっすわ。ね、冷酒美味しい。ではじゃあ多分ね、野菜これ椎茸とナスね、余熱で火取ったと思うんでいただいていきたいと思います。結構ね肉厚で大きいこう椎茸、なんか椎茸よりも椎茸本体よりも石突きの方が立派だったっていうぐらいのすごいね椎茸だったんですけどもね。これもねポン酢でいただきます。肉厚。椎茸の香りがまたいいですよ。またお茄子ね、茄子焼きいただきます。ナスもね、とろとろ、おいしい。ではちょっとね、氷をちょっと足しといてね、もうすぐね、もう氷溶けるの早くてね、今よいしょ、今室温何度なんだ、室温27度か、そうでもないですね。今日はちょっと雨模様でね、午前中で、午後からはまあちょっと雨は降ってないんですけども、曇り空でそんなに最高気温は高くないですけどもね。でもね、目の前で、ね、お肉焼きながら食べてるんでね、ちょっと熱いんで。ではじゃあまたちょっとね、火つけて、ガスもったいないんでね、ずっとね、ガスつけてるとね、焼いてないのにガスつけてたらもったいないんで、ガスをつけて、で、お茄子とまたかぼちゃを焼いといてね、これを持ってきたんですよ。豚タンのスライスね、ちょっとね、食べ過ぎなんですけども、ちょっと持ってきたんですけど、まだ凍っててね、これ、無理焼いて食べようかなと思ってちょっとね、お肉1種類だと寂しいんで、冷凍してあったのを持ってきたんですけども、まだ溶けてなくてね、ちょっとこれもね、開けて、こんな感じですね、豚タン。これ、どうだろう、取れるかな。なんとか無理ね、凍ってるの剥がしたんでね、これを焼いていきたいと思います。ではその間にまたお刺身見えてるかな。見えてないのかな。お刺身ね、お醤油に、よいしょ、
大葉使おうかな、大葉。ああ、怒った。もったいね。もったいない。大葉ね、大葉と、よいしょ、ホタテ。大葉とホタテね。にわさびをこうつけて、よいしょ、ホタテもバター醤油焼きで食べたら美味しそうですけどもね。生で食べられるホタテでバター醤油焼きやっても美味しいんですけどもね、ちょっともったいないかな。鮮度がいいねホタテ作るとね、ボイルのねホタテも美味しいですけども、やっぱ生のホタテの方が美味しいんでね。ではホタテのお刺身いただきます。ホタテのお刺身私大好きなんで。では月桂冠さんの辛口でね。大葉の香りがいいな。バジルみたいな香りっていうんですかね、大葉ってバジルの香りに似てる気するんですけども、生のバジルの葉っぱと大葉の葉っぱってちょっと香り似てる気するんですけどもね、美味しいですよねやっぱ大葉。刻んでこうね薬味にしても美味しいですしね、彩りにもいいですし、結構ね買い置きしてますね大葉は。で、あ、大葉と日本酒が合うな。大葉の香りに日本酒がすごくよく合う。美味しいな冷酒。やっぱりちょっと冷凍してるお肉は焼けるのに時間かかるかな。よいしょ。ああまた真ん中の方が赤いですね。これもちょっと、やっぱちょっとね時間かかる感じかな。ああちょっとまだ真ん中赤いですね。野菜はどうかな。お茄子はもう焼けてますね。これで裏をしっかり焼けば。ちょっとかぼちゃはまだ焼きが甘いかな。もうちょっとねやっぱり凍ってると焼けるのに時間かかりますね。豚肉はしっかりね焼かないとね怖いんで。よっ、こんな感じどうでしょうね。でもうちょっと焼いたら食べ頃かな。では豚タンにはね黒瀬のスパイス、いつもだったらねあのネギニンニクダレね使うところですけども、明日ね歯医者さんあるんであんまりニンニクとか使えないんでね、黒瀬のスパイスで今日はいただいていきたいと思います。よいしょ。もう火が通ってると思うんで。よっ、豚タン安くてもねこれも美味しいんでね、牛タンね半額とかね売ってないかなと思ってねちょくちょくチェックしに行くんですけども売ってなくてね、なんでちょっとねあの今回は豚タンね黒瀬のスパイスでいただきます。うまっ、黒瀬のスパイスうまっいや豚タンも美味しいですけどもね、お肉に黒瀬のスパイスよく合いますよね。じゃあシュワシュワでね。
今日はまたね、おかわりね、梅サワーテイスト、スタイルバランスのね、梅サワーテイスト、もう今ね3時になりましたね。2時20分ぐらいから始めたんでしたっけ。なんでもうね、あの40分ぐらいやってるんでね、やっぱ焼肉動画はね長くなりますね。あの大五郎ね、中身大五郎ね、昨日はコメント返し宅飲みやったんで、それも結構長くなっちゃってね、やっぱりこう焼肉だとかコメント返しだとかってやると長くなっちゃうんで、あ、ちょっとひっくり返して、よいしょ、あ、もうこの辺もいいかな。よいしょ、おなすとね、かぼちゃ、またいただきます。うん、うん、かぼちゃ美味しいっすよね。かぼちゃのね、煮付けとかうちの母ね、しょっちゅう作ってたんで、作り方聞いとけばよかったなと思ってね。なんもね、あのもう聞く余裕なくてね、うん、急だったんでね、そういうのはね、やっぱ元気なうちにね聞いといた方がいいと思いますよ。あの家庭料理、お母さんの料理ね、手料理レシピね、聞いといた方がいいと思いますよ。うちの母もよくね、かぼちゃにつけて食べてたんですけどもね、でちょくちょくね、お裾分けしてもらって食べてたんですけどもね、作り方全然分かんなくて、うん、焼きナスなんかもよく作ってましたね。魚焼きグリルでこうナスを焼いて、でおナスね、あの皮がね焦げるんで、焦げたところの皮をこう剥いで冷水にする、取るのかな、身を、で水気切ってからし醤油で食べるのかな、なんかそういうのね、うちの父が好きだったんでね、うちの母がよく作ってたんですけどもね、そういうのも、もうちゃんとね作り方とか全然聞いてなかったんでね、うん、そういうのもね元気なうちに聞いとかないとね、うん、うん、うん、あ、豚タンやばいな。豚タン食べちゃいます。ピント、おお、すごい、ピント先輩今タイミング良かったですね。いや、豚タンいただいて、うん、おいしい、クロセのスパイスだけでもね十分豚タン美味しい。豚タンのこの油がね、全然このくどくなくて癖もなくてね、あの軽い感じっていうんですかね、牛タンに比べて軽い感じの油なんでね、ですごくコリコリしますしね、クロセのスパイスだけで食べてもねすごく美味しい。うん、じゃあシュワシュワ飲んで、うん、今日の動画も結構長くなりそうだな。編集しても50分くらいになるかな。もうね3時過ぎたんでね、で今お肉焼いてるとこで、どうしよう、またこれ行こうかな、の鶏肉ね、鶏とクラゲのサラダみたいなやつ、これ美味しい。うわ、クラゲピローンってなってますけどもね、クラゲね、いただきます。うん、お肉をひっくり返して、うん、あ、
ずね豚肉をまた焼いといてね、あ、火が弱いのかな、こっちはもう火通ってるんでお箸で特にやっても大丈夫かな。ではちょっとね、ウイスキー飲みたいんで、ウイスキーだけでいくか、ウイスキーをロックでいこうか、ジョニアカをロックでね、わー、もうあの牛ミノの匂いがすごくいい、匂いだけでも飲めそうな感じですよ。じゃあジョニアカね、いただきます。おいしい。あ、忙しいな。あ、じゃあこのちっちゃいのね、焼けたと思うんでね、このちっちゃい身のね、牛身のちっちゃい牛身のピンと合ってないっていうのも こんな感じね。これね、ウイスキーね、あ、ちっちゃくても噛むの大変うん、おいしい。じゃあこれにね、ジョニアカ合わせて、うん、おいしいな。ちょっとね、もうこっちもね、お箸で失礼させていただいてね、これもちょっとクロセのスパイスをかけて、酔っ払ってくるとね、もうトングじゃなくてね、お箸でね、トングでいちいちやるとめんどくさくなってくるんでね、あ、もう余熱でいけるかな、余熱でいけそうなんで、ちょっと火を消して、ではちっちゃい、まだ早いかね、大丈夫かな。じゃあちっちゃい方のね、豚タンからいただきます。クロセのスパイスって旨味調味料入ってんですかね、味の素みたいなやつ、すごくね、旨味ありますよね。で、程よくこう胡椒とか唐辛子とかスパイスが入っててバランスよくてね、これをかけるだけでもかなり美味しいですよ。うん、なんでお肉で焼いてこれかけるだけでも結構美味しいんでね、クロセのスパイスね、おすすめですよ。うん、美味しい。じゃあこのね、豚タンにね、日本酒合わせてみたいと思います。クロセのスパイスにの豚タン、あっさりめなんでね、あっさりっていうか、そんなに味が濃くないんで、味が濃くないですけども、クロセのスパイスのね、うまみがあるんで、で豚タンのね、コリコリ感とちょっとね、あの脂が乗った感じがね、意外と日本酒に合うんじゃないかと思って、ちょっと日本酒に合わせてみたいと思います。うん、あ、おいしい。これはね、日本酒も合いますね。昔はあの、私あの東京のね、入谷に住んでて、あの焼肉屋さんとかもね、界隈の焼肉屋さんとかも食べに行ってましたけども、日本酒置いてる焼肉屋さんとかもありますからね。うん、焼肉と日本酒もね、結構合うと思うんでね。うん、
美味しい、うん、では牛味のね、牛味のをいただいて、よいしょ、牛味の、うん、ピント先輩は来ないか、そうそうあれですね、都合よく来ないですよね。もうちょっと話せばピント合うかな。こんな感じでね、牛味の、うまっ、うん、ピントがもうちょっと合えばな。あのコンパクトデジカメってやつなんでね、あの動画撮影用のカメラじゃなくてコンデジなんでね、ピント合うの遅いんですよね、どうしても。まあ動画も撮れますよっていう程度なんでねうん、アクションカメとかね、 GoPro に比べるとね、やっぱりこうピント来るの遅いんでね、どうしても申し訳ないです。では牛味のいただいて、うん、これほんと美味しい、うん、ではね、あとは動画かアニメかなんか見ながら、まあゲームしようかな。ゲームもあの駿河屋さんで買ったゲームとかもねあるんで、あの届いたのあるんで、それも動画で紹介したいんですけどもね。まあその辺何かしらアニメ見るかゲームするかしながらね、晩酌続きやっていきたいと思います。今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね動画アップしたいと思いますんで、よろしくお願いします。今日ももうあれですね、1時間くらいね動画撮ってるんで、編集しても50分ぐらいの動画になっちゃうかな。ちょっとねまたね長い動画になっちゃって、あの見てくださる方もね見るの大変だと思うんですけどもね、申し訳ないですね。では今日のところはねこの辺で動画失礼、あの動画の方は失礼させていただきたいと思います。じゃあシュワシュワ飲んで、うん。